旧西ヶ原遊郭周辺西ヶ原遊郭は、かつて岐阜県時郡多治見町に存在した遊郭。岐阜の金津遊郭、大垣の朝日遊郭と並ぶ東洋随一の遊郭であった。現在の白木神社北側、広高寺二丁目南に存在した。1889年朝鮮志向により誕生した多治見町は、町の開発に力を入れていた。同時期に岐阜市では、 金津遊郭設立による都市開発が行われており、田尻町も開発事業の一環として、新田地域、地西の原に遊郭の設立を決定した。当時、町民約800名が遊郭の設立に反対して署名活動を行い、県に長居取り消しを申請する等の動きもあったが、遊郭の設立に踏み切った。しかし、開業したものの田尻の主要産業であった、 当企業の不況もあり、繁栄はしなかった。1893年多治見西部、現在の白木神社北側あたりに遊郭が移転された。この際、従来遊郭があった新田地域の西の原を取って、西ヶ原遊郭と呼ばれるようになった。遊郭を中心に道路や町の開発が進み、町の賑わいが東部から西部にある遊郭周辺へと移り行き、当時は、 西西東弱と呼ばれたという。1904年7月9日から11日までの大雨で時川、笠原川合流地点が決壊し、田見西部が浸水し、遊郭一帯も床上山余尺浸水した。昭和初期には遊郭も最盛期を迎え、遊女の数も100人を超えた。戦時中、田見周辺は空襲の被害が少なかったが、西ヶ原の遊女たちは、 やよい国防婦人会を結成し、二問袋などを戦地に送り続けたという。1958年、売春防止法施行により全県廃業した。その後、何県かは公衆浴場として残っていたが、現在は廃墟と化している。ありがとうございます。